はい、どうもポルクです。じゃあね、前回に引き続いてグランプリやっていこうと思います。お、新しいキャラはこいつはラリーやったっけ。ラリーや、そうラリーですね。うん、じゃあ何使っていこうかな。あんまり出たキャラ使っていってもあれやから、この辺のとか使っていきたいよね。うん、じゃあしずえでいきましょう。どうもりやっててしずえに出会ったことないんですけど、あ、増えた、ラストの1個、MKTV のやつですね。これで、あれもう、あ、また、ハテナがあるから、これ別に、ハテナの数しか残ってないってわけじゃないんか。よし。まあいいや。じゃあ今回何で行こうかな。バイクで行くと悲惨なことになるので、カートで行きたい。カートで行きたい。バギーで行っても微妙だったから、ちょっとこのベンツ系で行きたいな。あ、まあ、いいか、これでいいや。じゃあ、パーツ、タイヤパーツも、ベンツ系で。これのベンツ系はさすがにないので、どれが一番それっぽい？ベンツっぽいの。ベンツっぽくないどれも。じゃあ、ランダム。あ、増えたやつでいこう。これは増えたやつでいこう。ということでですね、ま、この次にコーラカップ行くっていう順番もありやと思うけど、まあ、こっち行きましょう。卵ポッカーイ、はいはい、噛んだ。卵カップ行きましょう。はい、スタートでーす。さあ、この DLC コースね。もう初めから入れてるんで当たり前なのにありますけど、初めから買ってる人にとったら、すごいいい方法かも。これはワクワクする。ということで、卵カップ第1レースは、ヨッシーサーキット なんか今日口が回らない。ゲームキューブのコースですね。ここね、ゲームキューブのマリオカートは友達んちでやったことあるんですけど、このコースすごい好きなんですよね。はい。よいしょ。ベンツの力には誰も勝てないでしょ。なんか速くないこれ。速くないこのベンツ。やっぱ操作しやすいカートは。で、ここさ、DS でもなんかリメイクされてた気がするんだけど、速い。すげえ速いよ。すごく速いんですけど。これベンツ強いんじゃない？すごく。で、ここがちょっとむずいな。めっちゃ速くない？え、俺 200cc とか選んでないよね。え、 200cc 俺選んでないよね。 150cc 選んでるはずなんですけど。ベンツめっちゃ速い。ほら、だってニートすごい速いし、これベンツ強いかも。ベンツの何選んだか忘れたけど、コインしか相手も出んし、離れすぎてるからやな。そのトランでいいし、もう10枚やから。え、ベンツ早っ。しかも変わったから操縦しやすいから、あんまり変な運転せんし。これ余裕かも。これは星3つ狙いますね。このカートで。やばい。こういうのはあるけど、まあ、こんなミスね。こんなミスないようなもんですよ。だってほら、ニートの差を見てくださいよ。この歴然としたさ、あんなミスがあったからってどういうということではない。ということで、バナナ仕掛けていこう。このついてる差をさらに広げていこう。こことかね、こういうの引っかかるやろ、コンピューターは。クラクションいらんやん。あ、でもトゲ来たら困るから、困らんけど。って言ったら来た。はい、ドン。はい、楽勝。もう余裕シャクシャク。まあ、コース知ってるからやろけど。あ、でもここはあのオンラインでは走ることないんで、 Wii U 版は初めてですけどね。でもゲームキューブと DS でコースは分かってるんで、やっぱ分かってるコースは強いよな。オンラインやってても知ってるコースは勝つもん、知らんコースは負ける。もはや実力とかじゃなくて、知ってるか知らんかの。ということで、はい、余裕、はい、余裕ですね。もう、ちょっと待って、ベンツが強いって意外やな、これ。ベンツ、マリオベンツになるんだね、ゲーム名。はい、あ、150cc になってるな、この右下見たらわかるけど。さあ、次のコースは、エキサイトバイク。このキックの多いコースは、どうやって攻めるのが正しいのでしょうか。さあ、何位を収めることができるのでしょうか。1位でしょ、これは。だって、ベンツやもん。はい。イエーイ。
こもな、なんだかんだ言って一回走ってるんですけど、あ、なんかどうもりっぽい感じで、あのなんかマークが来る。ジャンプアクションしたら、はい、余裕。あ、しかもないし、自分じゃなかったかもしれない。飛ぶ。あのダートがうまい位置にあるよね。緑コーラ怖い。ジャンプアクションが面白い。記号が出て飛んで飛んで、どう行くのが早いの、下から行った方が早いとかあるのかな。やばい、ダートった。うん、まあ後ろがあんまり遠くないからあんまり余裕こいてられない。あー、マジか。あんまり直前で置くと今回アイテム買いにならんよね。うぅ、ダートに引っかかって場合じゃないねんで。こうで、こう飛んで、こう、これが早いはず。キノコ1位でマジで出んの、そんなラッキーやな。イカスミが出てきてるけど、ここ真っ直ぐやからほとんど関係なくない。いやー、消えた。いやー、消えてなかった。まあいいや、キノコがあるから。ほんまショートカットに使いたかったけど、ここでな、こうか。よし、サンドリもうまいこと決めて。ちょっと2位がついてきてるな、キノピオが。ちょっと養子サーキットで学んだかな、あいつは引き離してくる。飛んで、よし、もう1回安定。はい、3だけだけど、ちょっとすぐそこにアイテムボックスがあったからラッキー。コインかよ。まあでもコイン大事だからな。これジャンプアクション入らんの。入った。コインを集めつつ、最速、あんまりはみ出てコインを集めたわけではない。このライン最強じゃない。ほとんどハンドル動かしてないけど、ラッキーキノコ。余裕。キノピオもなんか離れて、これベンツの力で勝っちゃう。俺の力じゃないよ。よし、まあでもね、1位取れたらいいんで、とにかく星3つ欲しいからな。さあ次はドラゴンロード。お、ここ初めて走る。やったー、初めてのコース来たらワクワクしますね。なんか任天堂っぽくない、てかマリオカートっぽくない、この雰囲気の、このコースすごい中国っぽいね。いや、その悪い意味じゃなくて、いい意味で。そんなチャッチーとかそういう意味じゃないですよ。ということで、いきなり反重力に入る。こう動画で見たことあるけど、やっぱ動画で見てるだけがあんまよくわからないから、走ってみないとやっぱコースの詳細まで見ることはできない。うねうねしてて難しいな。そうそう、見てて難しいな、難しそうやなって思ってたんですよ、動画見たりして。このコースは難しそうやなと。うん？ドリフトが入ってないよ。さあ最強ベンツ最強説が今モートンかな、あれ。いやー、くそ、ちゃんと相手も見なあかんな、後ろも。やばい、見えへん、見えへんって何。やばい、ベンツ最強説が崩れていく。ベンツ最強神話が、やばいやばい、やっぱ知らんコースは無理。こっちで合ってんのか、合ってんのか。やばいやばい、あ、こっからはアイテム勝負になってきますね。いいアイテムを引きたい。1位がでも近いからそんなん出んやろな。ほら、こんなん、後ろの人が赤コーラ持ってたりしたら防御体制になっとかなあかんけど、ちょっとアイテムを見る余裕がない。ミドさん、よし、これはもう防御体制でいい。ずっと持っとく、できるだけ前に出るまでは持っときたい。ここ入るよね、入るよね、オッケー。よっしゃ、前で潰しちゃってくれたらラッキー。しかもさらにデスコンを当てていって、さあ、あとは1位だけや。あの1位を抜くだけや。なんかならんかな、あの1位なんかミスなんかな。まあミスらへんからね、コンピューターは。そこが難しいところ。トゲいかんかな、飛び行ってくれれば。特に俺が努力せんでも抜けるんやけど、ちょっと俺がミスってしまう。あれ、また2位になってる。
赤さん投げてみよう。今1位、今相手も取ってる。もうすぐゴールやから、あ、抜いた。え、いつの間に。よっしゃ、これ来た、これ来た。もうすぐゴールやろ、これ。やばい、そんな無駄なことせんで、無駄なことせんで、やばい、やばい、やばい、抜かれる、抜かれる。いやー、いやー、よっしゃ、無理やり。よっしゃ、無理やり。オッケー、これで3連続1位。ラストのコースでも1位取っていきましょうね。うん。まあ、無理やりやったけど。さあ、ラストは、ミュートシティ。F0 やな。ここもうねうねしてて難しそう。ここ走ったことないです。で、これ横のとこ行ったらコインゾーンやねんな。ファイナルレース。お、音楽が違う。あれ F0 の曲なんかな。F0 やったことないからわからんけど、演出していく。まあ、コイン集めていこう。よし、すぐ10まで溜まる。いやでもね、やっぱりね、オンラインの動画とか見てても上手い人はさっさとコイン10枚集めてるんですよ。だからやっぱコイン重要やなと思って。やべ、むずいぞ。どうやって走ればいいの。いやー、バナナが。アイテムかよ。むずい。こっち行って、よし、行ける。あ、なんかこっちに道あるよね。今の行けたけど、ちょっと気づかなかった。よし、ここ行こう。いやーん、ダオー、マジでうまいね。あそこ加速するんか。やーひー、ただのドンピシャミス。ちょっとダッシュボードにちゃんと乗って乗って、はい、むずいな、ここむずい。1位取らなあかんで、ね、でもここで1位取らんかったら、よしよし、なんか知らんけど赤コーラが消えて、やーお、バナナがあるのに気づかなかった。バナナあるよ。今回なんかバナナの存在感がすごい。こっち、これ、あ、これ別にキノコなくてもいける。よし、大丈夫。いやーん、うまいねー。コンピューターのアイテムの精度がすごいよ、ほんとに。誰が1位？あーっと、乗れなかった。パックンフラワー。いやーん。パックンパワー使っていこう。容赦なく使っていこう。やばいな、これ1位逃してまう。潰しちゃってくれ、前で潰しちゃって。よしよし、トゲがいって、キノコ、あ、バナナか。でも抜ける、抜ける、抜ける、抜けた、抜けた。よしよしよし、いく。よーし、オッケー。久しぶりってか初めて全部1位取れたん、動画内で初めてやな、多分。これ星3ついけますね。よっしゃー、やっと動画に残せた星3つ取る瞬間を。さあ、星3つ取れるのでしょうか。コングラチュレーションズ、星3つ、オッケー。60点やったらやっぱ、星3つやねんな。よし。ということで、今回はすごい良かったですね、結果が。はい、それではご視聴ありがとうございました。